笠松修介と申します。計算物質科学という分野で研究をしています。まあ、狙った性質を持った材料を作りたいっていう時にコンピューターの中でシミュレーションするということがなされていて、まあ、そういった研究を行っています。私山形に来てよかったのが、その、まあ、風光明媚なところがいっぱいあって、楽しく、やってますね、亀田市に。はい。まあ、研究者ですね、こういう、まあ、物質科学やってる人間としても結構このメカと、まあ、カメラっていうもの自体も結構面白くって、そのそうですね、まあ、例えば綺麗に撮れるようなそのコーティングとかがレンズになされてたりするんですけれども、まあ、それってやっぱ物質科学、ですし、こういう、まあ、その世の中にあるこういうものと、まあ、そういう研究っていうのが自分の中では身近に感じられてて、それがまあそうですね、まあ、カメラが好きな一つの理由かもしれません。はい。まあ、高校から大学まで柔道に結構、打ち込んでまして、でまあでもそこで培われた精神力とか、まあ、体力っていうのが、研究に生かされていると思います。今も時々実業団の試合に出たり、しています。その大きなきっかけとしてすごい印象に残っているのが、高校の化学の先生が言っていたことで、その、まあ、高校の授業で例えば結晶ですね、先生はその教科書に、まあ、こうやってこう綺麗に並んでるよって書いてあるんだけれども、じゃあそのスパッと切った表面でどうなっているのかっていうのは実は案外分かっていない。そういったことがすごい印象に残っていて、今もですね、研究テーマを選ぶときにすごい影響を受けていて、綺麗に原子が並んでいない、その、まあ、不規則なぐちゃぐちゃしたところ、そういったところに興味を持って研究を行っています。